何あれ、え、やばいやばいやばい、何これ。はい、釣ってまいりました。脱太刀魚アジということで、脱を食べてみたいと思います。それでは鱗を取って気色悪いけどさばいてみたいな。大きさは80センチぐらい、その場で測ったからね、80センチっていう。なんでこの緑。緑色の鱗や。すごいね。なんか変わってるよ。このクヒダがね、これ、これが怖い、これ。うん、これ、すごい危ないらしい。これ危ないんだって。これで突き刺して死んじゃうらしい。はい、これで一旦。え、頭飛ばしたらちょっとグロいから、もう飛ばしたとこを乗せました。で、こっからね、3枚でやります。なんと骨が青い、骨が青いです。だつで、しかも身がむっちゃ硬い。はい、それではね、実食一回食べてみたいな思って、ダツの刺身行ってみます。それじゃあ食べてみたいと思います。食べたことないから、ダツって刺身。うん、タイみたい。うまい。なんやろうね、タイのハマチみたい。なんかハマチみたいな感じ、匂いも。うん、なんかハマチの感じのタイの肉みたいなんでしたね。大丈夫かなこれ、まあ、生で食べてちょっと分かんないけどね。まあとりあえず最後これ食べて、めっちゃ美味しいね。うん、ダツめっちゃ美味しいです。うん、脂身のあるタイみたいな。歯ごたえはタイですね。うん、で、なんか油っぽさがハマチみたいな、めっちゃ美味しいですね。ということで、ダツ刺身最高でした。ありがとうございます。はい、右上がダツなんですけど、唐揚げにしてみたんですけど、すごくふわふわしてでね、食感のある白身魚みたいな、なんかふわふわっとしてるけど、なんかね、歯ごたえある。これはもうめちゃめちゃうまかったっす。塩コショウ抜群にうまかったっすね。っていうことでね、ダツ本当に美味しい魚でしたね。ありがとうございます。
はい、脱がね、ものすごく恐怖やと言われるゆえんをね、僕は調べてみたんですね。これは17ライブというね、配信サイトで、この魚何って僕はね、いろいろ聞いたら、危険な魚やということを知りましてね。で、チームリオさんのタニアンっていう子がね、人がね、教えてくれたんですけど、スキューバーダイビングで、まあ、やっぱり危険と言われる魚らしくてね、あとネックレスとかあの辺光めがけてくるんですって。で穴が開くみたいな、突っ込んでくるみたいなね、死んでる人見るらしくて、で YouTube でもね、脱の恐ろしいなんか感じのやつが出てるんですけど、確かにね、映像はなんか写真だけやけど、もうね、何が怖いって目に突進してたってことやね。めちゃめちゃ怖いね。とりあえず釣れた時にめちゃくちゃ暴れますし、釣れた時もほんまになんか歯がノコギリみたいやしね、なんかタチウオかなと思ったらちゃうくて、全然色も違うんだけどね、めちゃめちゃね怖かったです。あとね、締めよう思ってね、首根っこのとこナイフグッと刺したら身が硬くて全然締められへんかったですね。まあそういうコツもあるんでしょうけどね、とにかく怖い魚やということでね、光も海の時はほんま気をつけてください。なんか船に突進してくるやつとかもあったしね、まあでも食べたら美味しいんですけど、食べ過ぎたら気持ち悪くなりますよと言っときます。タイのようにね、あっさりもしてません。ちょっと脂っこいし、ハマチのもうちょっとこってりしたタイみたいな食感のやつを食べてるような感じというかね、あれは醤油とわさびがなかったら成り立たないなと思いましたね。ということでね、最後はこういうスタイルでね、ラジオみたいな感じでねやってますけど、まあでもね、こういうのもたまにいいかなと思いましてね、これからも釣り配信をしていきたいなと思います。まあ脱に限ってはね、脱を釣りに行ったのではなく、タチウオを狙いにいたらたまたまそのタチウオの仕掛けに脱がかかったよという感じですのでね、脱はどうやったら釣れるんですかとかいう質問はやめてください。わかりません。タチウオを釣ろうと思ったら釣れてしまったのですということでね、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。